佐竹義奴は、江戸時代後期の大名。では国久保田藩の、第十代藩主。佐竹氏、第二十八代当主。通称は次郎。下には、十四に下次重。左この絵少将、右京大部。第九代藩主、佐竹義和の長男。母は、北川氏。陽名はお丸、徳寿丸。文化十二年九月十七日、父、義和の死去により、 家督を相続する。なお、父死亡時に、小野岡義恩は、義圧が、幼少のために、岩崎藩主家である、佐竹池守家から京子を迎えることを主張するが、菊田厚絆が断固として、義圧を擁立したために藩主となった。文政7年12月16日、14位下自重、右京大部に助任する。天保7年12月5日、幕府に対し、 左少々人官の内願いを提出する。もともと、久保田藩佐竹家の当主は、左少将に人官できた。しかし、吉寿、吉明吉厚、義和と四代の当主は創生したために人官できずに、いた。そのため、吉厚は、昇進を望んだのである。天保九年、再び左少将人間の内願いを提出する。同年十二月、左少々に昇進する。 この昇進のため、2877両余りを出費した。校歌3年9月8日に死去、去年35。母書は秋田市の天徳寺。明君と歌われた父の時代に、犯罪性は再建していたが、吉奴が幼年で藩主になったこと、義和が創生したこと、さらに吉奴の時代には共作などの天才が相次いで発生したため、 借金が44万両にも膨れ上がるという事態となっていた。このため、成長した吉奴は、犯罪制裁権のため、窒素権約や、過臣団の不正取締り、小川半島東部の小岸地帯の開拓、六号村の開発などの反省改革を行ったが、この頃から出没していた、異国船の解剖警備などもあって、出費は増大し、 財政は再建どころか悪化の一途をたどった。また、貧民を救済するため、市場以外商工業金指令という法令を制定している。市場は二男三女、文政十年観光のスハラヤ版の江戸武漢に見られる、ギアツの主要な家臣は以下の通り。なお、掲載内容は、文政十年以前の可能性が高い。なお、参考文献、変年江戸武漢。 文政武漢語では、文政9年から文政12年まで掲載しているが、過信情報は年により改定していないこともあるので、前年と比較して、メンツが変わっている年を掲載。武漢の掲載都合により実際の繁殖名と相違する場合がある。また、実際の武漢には、過労などという項目はないが、久保田藩以外でも、過繁殖には項目名を付けない。過労など容認、容人。 ご上司、ありがとうございます。